こんばんは。ロサンゼルス日経コミュニティのニュースをハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の小島彩乃です。早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日経ニュース、まずは高野山の節分、南下日経商工会議所の新年会、日米対抗ローラーゲームです。特集はフォーカスソーカル、日系人強制収容とイスラムの偏見についてです。地元のイベント、プレゼントのお知らせなどもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。さて、日本では2月3日は節分の日でした。ロサンゼルスの高野山でも厄除けの豆まきが行われました。旧暦では1年の始まりとなる立春の前日、節分に合わせて星祭り五幕の法要が2月7日リトル東京の高野山米国別院で営まれました。星祭り五幕は、ごま木で火を焚いて1年の厄を払い、無病息災を祈願します。参加者は今年1年無事に過ごせるようにと一人一人焼香しました。今日この日に一生懸命ご祈願することによってですね、皆様方が少しでも幸せに生活できるようにという、そういうまあ願いがこもっております。人の願いはみんな一緒ですからね、アメリカ人であろうが日本人であろうが、だから同じようなことを皆さん願っているわけだと思いますけども。また節分といえば、鬼は外福は内の掛け声で豆を投げて鬼を追い払う日本の風習豆まき。年男と年女となる人や住職などが威勢のいい掛け声とともに豆を投げました。この日はおよそ600人の参拝客が訪れました。はい、法要の後には参拝者も厄除けの福豆、煎った大豆を受け取っていました。さて、続きましては南下日経商工会議所の新役員の就任式と新年会の模様をお伝えします。1月31日アルハンブラで南下日経商工会議所の新年会と役員就任式が開かれ、会員や地域社会の代表者ら200人が集まりました。現在170人の会員が加盟する南下日経商工会議所は、日経コミュニティのビジネス発展、文化遺産の継承、次世代育成のために地域イベントやビジネスセミナー、教育プログラムなどを行っています。今年は日経三世で女性としては初となるキティ・サンキさんが会頭に就任しました。3期会頭と2016年の役員がステージに登壇し、職務を全うすることを誓いました。 I feel excited. I am an English speaking president. But what others may consider a lack, I consider a strength, because I will have to involve the other officers, the other members to help communicate.I'm hoping to meet with the city businesses, city government. I'm hoping to meet with the county government and see how they can support us and help us. また式では、コミュニティに貢献した団体や個人が表彰を受け、大きな拍手が送られました。はい。続いて皆さん、ローラーゲームというスポーツをご存知でしょうか。ローラースケートと格闘技が合わさったような迫力あるスポーツなんですが、来月開催のローラーゲーム日米対抗試合を前に、アメリカチームが練習を行いました。3月19日と20日、アメリカで初めて開催される日米対抗ローラーゲームを前に、1月30日、アメリカ代表チームが集まり、ルール確認が行われました。日本のプロチーム、東京ボンバーズの元選手、小泉博さんが中心となって企画したこの大会。両国のハイレベルなプレイヤーの夢の対決が実現します。ローラーゲームは、傾斜のついたスケートリンクで男女混合の2チームが相手を追い越して得点を競い合います。引っ張ったり、突き飛ばすなどの妨害が許されている過激なスポーツなんです。アメリカではローラーダービーとして知られていますが、日本ではローラーゲームと呼ばれ、得点の付け方やプレースタイルなどが異なります。
大会は日本のルールに沿って行われるため、小泉さんが US チームの選手たちにルールを説明しながら練習が行われました。本場アメリカのローラーダービーの伝説あるスケーターたちが、やはりこの我々の日本のローラーゲームの選手と戦って、激しい抜き合い、激しいぶつかり合い、そのローラーゲームのそのテクニカルを思い切りこのバンクの上でですね、プレーして戦って、ローラーファンの皆さんとか一般の人にもたくさん興奮してもらいたいなと思ってます。日米対抗ローラーゲームの試合は3月19日と20日サンタモニカピアのパーキングで開催されます。当日は試合の他にもローラースケートのダンスコンサートやローラースケートのグッズ販売、ラーメンなどの屋台の食べ物も楽しむことができるということです。さて、ここで UTB 開局45周年視聴者プレゼントです。今週はご覧いただきましたローラーゲームチーム LA ジャパンからローラーエキスポ2016 VIP 観戦チケットをペアにして2名様へ差し上げます。詳しい応募方法は UTB のホームページをご覧ください。さて、 CM の後は地元のお役立ち情報をお届けするフォーカスローカルです。今週は地元のお役立ち情報をご紹介するフォーカスローカルです。レポーターは太田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日の話題は何でしょうか。はい、小島さんは2月19日がデイオブリメンブランスという日だということをご存知ですか。いえ、知らなかったです。はい、これは第二次世界大戦中に日系人が強制収容されたきっかけとなった大統領命令が署名された日で、このような人種差別が二度と繰り返されないようにという日なんですけれども、現在はイスラム教徒に対する差別が社会で問題となっていますので、この日系人社会の、歴史ですね、これをどのように生かしていけばいいのかということを考えてみました。はい、それではご覧いただきましょう。2月19日はデイオブリメンブランス、追憶の日、日系人が苦悩の日を忘れないという誓いの日です。第二次世界大戦中、在米日本人と日系人の自由と財産を奪い、基本的人権を侵害し強制収容の道を開いた大統領令9066号から70年余り、その教訓は生かされているのでしょうか。イスラム過激派のテロが世界各地で勃発する中、アメリカ国内では反イスラム感情や国籍や宗教をベースにした移民の受け入れ規制を訴える動きが出ています。この事態に対し、昨年末、日系の2つの市民権団体がイスラム差別を非難する声明を相次いで発表しました。アジア系では最も歴史ある人権団体、日系アメリカ人市民協会は、 Generally in the areaOf protection of rights, right now is probably the worst I have seen it. Generally, since the 1960s, I have not seen this much intensity in the civil rights arena. 日系人から始まり、その他一般の人権問題にも取り組むこの協会は、14年前、911の直後にも同じような声明を発表していました。9/11/2001, after the bombing of the Twin Towers,That JSAL would again speak up for Muslim Americans and Arab Americans because after this horrific act in New York City, there was a lot of Americans said, we need to put Muslims in jail, we need to put Arabs in jail. It was very similar to what happened after Pearl Harbor for Japanese Americans, and we saw that similarity. 煽られる恐怖、社会のヒステリア、そしてリーダーシップの欠如が差別を助長するとパトリシアさんは言います。We've worked so long to educate the public about what happened to Japanese Americans in World War II. It's very discouraging to see the same types of things being said today. Constitution and the Bill of Rights applies to every person in the United States. It doesn't matter what your color is, what your sexual orientation is, what your disability is, what your religion is, what your gender is. It doesn't matter. Everybody.Gets the same protections in the United States. That's the great thing about this country.
That is our ideal. 声明を出したもう一つの団体、日系人権賠償協会。強制収容に関し、1988年に政府から謝罪と補償を勝ち取った人権問題に取り組むボランティア団体です。Once we redress, this will never happen to anybody again, right? We're just so sure about that. And when 9/11 happened and people started talking about scapegoating the American Muslims and attacking them and blaming them for 9/11, it was really an eye-opener. We realized it was really, the fight wasn't over. 最も大きな負の遺産、それは強制収容を経験していない世代、3世のキャシーさんも感じたアイデンティティを見失うということかもしれません。You know, we were ashamed to be Japanese. We tried to fit into the American society. We were Americans, but you know, we tried to fit in or hide or become really white, which we couldn't do. You know, and we weren't really proud of who we were. We didn't know who we were. And I fear that American Muslims are already going through that kind of feeling.リトル東京で911の直後に日系団体とイスラム系団体が合同で行った平和を祈る夜の集い。ここで同じような経験からつながった2つのコミュニティは、その後14年間、若者の教育や文化のプログラム、ブリッジングコミュニティーズなどで相互理解を深めてきました。This country is better because we are different people.And we can learn from each other. And you don't have to be friends with American Muslims, but at least learn what Islam is really about before you judge it. 昨年末、パリやサンバーナディーノのテロを受けて再び開かれた祈りの集いには、日系、イスラム系を含むおよそ400人が集まり、テロの犠牲者を悼み、平和への誓いを新たにしました。はい、こういった地域の取り組みがあったんですね。19日がデイオブリメンブランスの当日なんですけれども、その週末、全米日系人博物館などでいろんな式典が行われるそうです。はい、日系人の歴史の中では忘れてはならないことですね。太田さん、ありがとうございました。さあ、次はスポーツです。スポーツです。来週のレイカーズとクリッパーズの試合日程ご覧ください。レイカーズのホーム戦は19日、サンアントニオスパーズと対戦します。クリッパーズのホーム戦は2試合、18日にサンアントニオスパーズと、20日にゴールデンステイトウォリアーズと対戦します。次はローカルイベント情報と国際交流基金からのお知らせ、続けてどうぞ。大正クラブの新役員就任式並びに新年親睦会が2月21日日曜日午前11時からモンテベロのクワイエットキャノンで開催されます。お申し込みは2月15日までです。お問い合わせはご覧のところまで。学習院同窓生による南下応友会の年次総会並びに新年会が2月21日日曜日午後12時からレストランアナハイムホワイトハウスで開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。南下静岡県人会の2016年度新年総会が2月28日日曜日午前11時からモンテベロのクワイエットキャノンで開催されます。お申し込みは2月15日までです。お問い合わせはご覧のところまで。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。
こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。